日本の演芸学者、時和津節太夫。江戸川大学メディアコミュニケーション学部特別講師、時和協会会員。歌舞伎などでは、時和津節太夫として、時和津幸太夫を名乗る。1991年、東京都荒川区にて生まれた。早稲田大学に進学し、機関理工学部にて学んだ。早稲田大学を卒業すると、一橋大学の大学院に進学し、 言語社会研究家にて学んだ。落語についての研究に取り組み、特に7代目、立川男子の話について調査した。具体的には、いわゆる、立川男子のイリュージョンについての研究を行った。伝統芸能研究家として、日本の伝統芸能について調査、研究を行っている。江戸川学園が設置、運営する江戸川大学メディアコミュニケーション学部にて、 特別講師として採用された。メディアコミュニケーション学部においては、主として情報文化学科の講義に携わった。その傍ら、他の教育、研究機関の役職も兼任していた。母校である、早稲田大学のエクステンションセンターにおいては、今岡健太郎、滝口正人、沼目栄一、林家正若らと、寄せ園芸について講じていた。 時和節の太夫として活動しており、歌舞伎などでも時和節を披露している。時和協会には会員として所属している。また、2017年に特別番組として一度放送され、後に毎週放送されるようになった、神田松之城問わず語りの松之城にて、神田松之城の推薦により、笑い屋として出演しており、パーソナリティの松之城の相手役を務めている。 なお、松野城が六代目、神田白山を襲名したため、2020年2月14日より、番組も、問わず語りの神田白山に模様替えしたが、引き続きはライアとして出演している。演芸学の中でも、特に伝統芸能に関する研究が多く、落語について調査していた。また、落語以外にも、講談など寄せで行われる演芸についても、研究していた。 大学院生の頃から渋谷落語に携わっており、渋谷落語2018の執筆にも参画している。食育フォーラムや心と体の健康などでも記事を執筆している。演劇学者の今岡健太郎や中川勝良ラと共に、専門書も上司している。ありがとうございます。